新製品 EP シリーズの第2弾となります EP1320 メディーバル。そもそもビートマシンで何ができるかというと、まあ、こういったパーカッションが入っていたりとかというような、まあ、メロディーの両方がコントロールできるようになっています。まあ、このことからビートリズムとかドラムだけではなくてコードを入れたりとかメロディーを入れてバックトラックとかいうものを簡単に素早く作れるマシンとなっています。はい。で、初期状態では220個のサウンドがあるんですけれども、すべて、まあ、中世のサウンドに基づいて作られているもので、例えばここの D のパッドのところには効果音がたくさん入っているんですけれども、馬の稲鳴きとか、これは何でしょうね、ちょっと分かんないことです。石が動こうと、まあ、ソードが当たろうと、まあ、剣がぶつかり合うとですねとか、まあ多分これ酔っ払いの声みたいな中世を彷彿させるようなサウンドが、たくさん入ってますと。でこれ、デモソングがですねたくさん入っていて、これ実際に実況、いじってみてもらいたいんですけど、9曲ほど、デモソングが入っています。ちょっと全部は、お見せできないんですけれども、というようにデモソングが最初から9曲入ってます。で今ちょっと途中でもお見せしたんですけれども、当製品の、まあ、一つの売りの機能である、パンチンポーカスという、ポーカスっていうのはラテン語で、ま、マジックっていう意味なんですけど、魔法という意味なんですけど、いわゆるエフェクトを、パンチンで入れられるという機能になります。なので曲をかけてる間にこのボタンを押しながらパッドを押すといろんな効果が、再現できます。ちょっとやってみますね。一部の機能しかご紹介できないんですけれども、全シリーズの KO2 と同じく、サンプリングの機能もついてますので、お好きなサウンドを自分で録音して、曲作りに活かしていただくこともできます。はい。